ありがとうございました。またのお越しをお待ちしてます。ミキさん、妙に元気ですね。そんなことないですよ先輩。いつでもさやかちゃんは元気満点なんですから。絶対嘘だ。魔法少女になったのが原因ですよね。やっぱり願いは魔女退治だったのかな。直接聞きたい。でもまだ私が魔法少女だって知られてないんですよね。契約の仕組みだって知らない体でなきゃいけないし。友情って難しいな。あ、乾杯の歌。え、乾杯？聞こえません？この店内 BGM。 あ、これですか。なんか映画で聞いたことがありますね。確かマフィア映画の結婚式で流れていたような。ピアノアレンジになってますけど、もともとオペラ椿姫に使われてて超有名なデュエット曲なんですよ。聴いてるだけでウキウキしてくるんだよな。ミキさんがクラシック音楽に詳しいってなんか意外。あ、今私がクラシックに詳しいの意外だとか思いました？いやまさかまさかそんな。まばゆ先輩ってほんと嘘つくの下手ですよね。すみません。ま、いつものことなんで全然いいんですけど。さやかちゃん。ああ、はい、さきえさん。ご注文のケーキはこういうのでどうかしら。ドローネって言って、華やかなケーキとはちょっと違うけれど、15世紀半ばのイタリアでできたスイーツなのよ。熱々の蜂蜜にメレンゲ、ナッツ、ドライフルーツ。イタリア、椿姫にぴったりですね。それじゃあぜひトローネでお願いします。はいはい、毎度あり。まかないじゃなく注文です？そうなんですよ。いつももらってばっかりじゃ悪いし、それにお祝い事ぐらいは自分でお金を出したいなって。お祝い事？こないだちらっと話しましたよね。私、上条京介って幼なじみがいるんですけど、今度退院することになったんです。お、なんかめちゃくちゃ嬉しそう。よかったらチャンネル登録とナイスボタンよろしくお願いします。簡単に例えると、僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。